JPX ESG ナレッジハブの GPF の動画をご覧いただきありがとうございます。GPF の ESG スチュアルシップ推進部長の塩村と申します。本日は GPF の ESG 投資に関する取り組みと、情報開示について取り組みの背景にある考え方も含めましてご説明させていただきたいと思います。まず GPF の役割についてご説明します。日本の公的年金制度は、現役世代が納めた年金保険料をその時々の高齢者世代の年金給付に充てる仕組み、いわゆる賦課方式を基本としていますが、少子高齢化の進展により、将来の現役世代の負担が大きくなりすぎないように、年金保険料の一部を積み立て運用を行っています。その年金積立金の管理運用を行う組織が GPIF です。年金積立金を100年持たせるというのが我々の使命ですので、GPIF は文字通り超長期の投資家といえます。また、運用資産が約250兆円ということで、世界最大級の年金基金であることから、世界中の株式や債券などに分散投資を行い、世界経済の成長の果実の一部を投資収益という形でいただくパッシブ運用を中心とした投資を行っています。超長期で投資を行っていることから、気候変動リスクに代表されるような、将来より深刻化する可能性が高い環境や社会のリスクを考慮した投資を行うことが、投資収益を上げる上で重要になります。また、幅広く分散投資を行っていることから、環境や社会の負の外部性を抑えるような取り組みを推進することも大事だと考えています。市場運用を開始して以来の運用実績がこちらになります。累計の収益額は160兆円超と、また年率の収益率は4.47%ということで、年金財政上必要な運用利回りを上回る運用実績となっています。ESG については GPIF の投資の基本的な方針を定めた投資原則にも書かれております。原則の4に、投資先および市場全体の持続的成長が運用資産の長期的な投資収益の拡大に必要であるとの考え方を踏まえ、被保険者の利益のために長期的な収益を確保する観点から、財務的な要素に加えて非財務的要素である ESG を考慮した投資を推進すると掲げています。GPIF ではさまざまな角度から ESG に関する取り組みを進めています。最も直接的な取り組みが ESG 指数に基づく株式パッシブ運用や ESG 債への投資になります。ESG 指数で使っている ESG 評価メソドロジーについては、指数会社に公表していただいておりますので、何を改善すれば指数への踏み入れに近づくのかが分かるようになっております。重要なエンゲージメントのツールになっているのではないかと考えています。また、運用会社の評価においても ESG の考慮やスチュアルシップ活動の評価に反映をしています。かなり間接的なものになりますが、GPIF では ESG 活動報告などの情報開示についても、投資家や企業の方々、被保険者の方々といった幅広い主体に働きかけをすることができる大事なエンゲージメントのツールだと考えています。ちなみに、現在こちらの9つの指数に基づいた株式パッシブ運用を行っておりまして、2024年3月末時点で合計の運用資産額は17.8兆円となっております。ESG 投資やスチュアルシップ活動は、取り組みの PDCA サイクルを回すためにも、その効果を計測することが必要になります。ESG 指数に基づくパッシブ運用の場合、政策ベンチマークであるトピックスのパフォーマンスを上回ったのか、下回ったのか、いわゆる超過収益は、他の投資と同様、一つの大事な評価になります。ESG 投資やスチュアルシップ活動は、市場全体の持続可能性の向上を目的としている面もありますので、その観点での評価も重要です。ただし、GPF の ESG 投資やスチュアルシップ活動でどのように市場が変わったのか、つまりベータですね、市場が、の収益率が上がったのかということについては、もし GPF が ESG 投資を行わなかったらどうだったのかということが、計測できないので、評価は非常に難しいと言わざるを得ません。そのため、 ESG 投資といえども、市場平均並み、もしくはそれを上回るパフォーマンスが求められているというふうに考えております。ESG 指数に基づく運用のパフォーマンスがこちらになります。
先ほどの表でいうアルファ、つまり超過収益という観点では、9つの指数のうち7つがトピックスや MSCI 悪意というベンチマークを上回っております。一方、市場の持続可能性をどれだけ押し上げたのかということについては、こちらの数字だけでは分かりません。私どもの取り組みの中で、かなりユニークなものとして、エンゲージメント強化型パッシブというものもあります。こちらは通常のパッシブ運用のエンゲージメントを超えた、より密度の濃いエンゲージメントを実施していただき、明確な KPI を設定し、達成管理をしていただくものとなっています。そのため、エンゲージメントの費用の一部を追加でお支払いする形になっています。エンゲージメントは基本的に非公開の場で行われること、エンゲージメントの結果、企業行動が変わったとしても、エンゲージメントと企業行動の変化との因果関係については外からは分からないということから、一般的にはその費用をアセットオーナーがお支払いするというケースはかなり限られているというふうに思います。そのため、運用会社側としては適正なリソースを配分するインセンティブが乏しいというのが、課題となっているかと思いますけれども、市場の持続可能性向上、ベータの向上の観点では、パッシブ運用のエンゲージメントはアセットマネージャー、アセットオーナーがしっかりと取り組むべき課題と考えて、その付加価値に応じたフィーをお支払いする形に、としております。簡単には評価できないエンゲージメントの対価として、私どもがコストの一部をお支払いしているわけですので、我々にはその妥当性を常に、検証していくことが必要だというふうに考えています。そのような問題意識もあり行ったのが、今年の5月に結果を公表しましたエンゲージメントの効果検証です。エンゲージメントの効果検証は、スチュアルシップ活動、ESG 投資の効果測定プロジェクトの、うちの1つ目のプロジェクトとなっておりまして、その他のプロジェクトについては、2024年度に実施しまして、2025年度に公表する予定となっております。このエンゲージメントの効果検証の狙いですけれども、我々のそのスチュアルシップ活動、エンゲージメント活動によって、どれだけ市場のパフォーマンスが向上したのかというものを、計測することが目的となっています。こちらの左の図でありますように、エンゲージメント活動が行われた結果というのが今の、市場ということですけれども、仮にそれが行われなかった時と比べて、どれだけこの差があるのかというのを、検証したということになります。で、このエンゲージメントが行われた結果、例えばですね、トピックスが1%上回ったと、押し上げられたということでありますと、私どもの、投資額というのは国内株式で、に61.5兆円、投資をしておりますので、その1%ということは6000億円を上回る、効果があったということになりますので、そういったものを、検証していきたいというのがこちらの目的となっております。で、2017年度から2022年度、2022年度は12月末ですけれども、それまでに行われた GPF の国内株式運用委託先21ファンドによる2万7000回、延べ4万8000テーマの対話記録に基づきまして、それを多様な指標、財務指標、株価指標、ESG スコア、GHG 排出量、女性役員比率、こういった具体的な ESG のデータを用いて、統計的因果推論という手法を用いて、エンゲージメントが多様な KPI にどのような変化をもたらしたのかについて、実証分析を行いました。こちらの分析期間である2017年度から、GPF の運用先による国内企業との対話件数は増加傾向にあります。2022年度は12月末までですので、減っているように見えますけれども、対話というのがこれ足元ずっと増えてきているということがご確認いただけるかというふうに思います。その対話記録を右にあります38のテーマに分類をして、その分類ごとに、どういった効果があるのかというのを見たのが、今回の効果検証となります。で、具体的な分析手法については、詳細は割愛させていただきますけれども、簡単にご説明いたしますと、エンゲージメントをされた企業とされてない企業で、
エンゲージメント前とエンゲージメント後で、それぞれの KPI にどのような変化があったのかというのを分析するのが、こちらの PSM-DID 法というふうになります。ただ、その、エンゲージメントを行う企業と行われてない企業には、特性の違いがありますので、その特性の違いを揃えるというのが、この傾向スコアマッチングというものでして、そういった手法を合わせて活用したのが、こちらの分析になります。その分析結果の、要約だけ、ポイントだけを、申し上げさせていただきます。今回、分析をした中でですね、統計的に、優位である結果のみこちらに掲載をさせていただいております。例えば、気候変動のテーマによるエンゲージメントによって、当便の給与が、7%、改善する。また PBR が7%ポイントですね。PBR が0.11倍改善すると。また、脱炭素目標の設定が増えたり、炭素強度が減ったり、そういったことが確認されています。取締役構成評価のエンゲージメントでは、PBR、時価総額、そういったものが改善する。時価総額はですね、こちら0.06%でして、あ、すみません、0.606ですので、6%です。6%改善したということになります。で、2017年度に取締役構成評価のエンゲージメントを受けた企業というのは256社、その時価総額合計が304兆円ということで、当時のトピックスの構成時価総額の47%に相当しています。それらの会社がエンゲージメントを受けていない企業と比べて、平均で6%時価総額が増えたということですので、このエンゲージメントの効果というのは、かなり大きなものがあるということが言えるかというふうに思っております。で、続きまして、2023年度 ESG 活動報告についてご紹介したいと思います。こちら、右端に QR コードをつけておりますので、そちらもぜひご覧いただきたいというふうに思います。GPF ではその ESG 活動報告というものを作成しておりまして、そちらについては ESG 投資の PDCA サイクルを適切に回すために行うものというふうに考えております。これは先ほどの効果検証と同じような位置づけにあるかというふうに考えております。ESG 投資が期待通り ESG 評価の向上ですとか、企業の ESG 対応の強化につながっているのかを分析して、こちらについて毎年公表を行っています。2018年度からは気候変動に関する分析もこちらで開示をしております。2023年度に行ったものはこちらになります。時間が限られておりますので、ポイントだけご紹介したいと思います。で、赤字にしておりますグリーンボンドのグリニアム分析というものと、GHG 排出量のスコープ3の開示と現状と課題というものについてご説明させていただきます。2022年度版ですね、この前年にグリーンボンドというか、インパクトボンドのインパクトの分析というものをやりました。で、実際に ESG 債に投資をして、どれだけのインパクトが生まれているのかというのを前年度に分析をしたわけですけれども、昨今、そのインパクトに関する関心というのは非常に高まっております。ですので、インパクトがある債券については、投資家がそれを先行する、買いたいということがあるならばですね、そのインパクトが、グリーニアムという形で、評価されるんじゃないか、つまりは通常の債券よりもより高く評価されるんではないかという、問題意識を持っております。また、情報開示を行っているグリーンボンドと、情報開示を行っていないグリーンボンドを比べた場合には、それが昨今、そのグリーンウォッシュという言葉も広がっておりますけれども、しっかり開示をして、中身が見えるグリーンボンドを買いたいというニーズがあると思いますので、そういったことから、情報開示があるグリーンボンドの方がグリーニアムがある、つまり、高く取引されているんではないか、いうような問題意識を持って、これらについて分析を行いました。具体的な分析のアプローチはこちらになりまして、グリーンボンドを探してきて、通貨年および
こちらではですね、この分析では3カ年の期間をとって、それなりに流動性がある銘柄に限って分析を行いました。で、分析対象となっている銘柄はこちらの下の表の通りとなっておりまして、全体では79銘柄について、をユニバースとして、その中で発行前の第三者認証を有している銘柄かどうかという分析、また資金使途の開示を行っているかどうかという観点からの分析、インパクトの高によってグリーンエムが変わるのかというような分析、こういったものをやっております。で、その結果がこちらになりまして、第三者認証があるケースとないケースで、ユーロ建て、円建て、米ドル建て、それぞれについてグリーンエムの差を見ております。特に米ドル建てについては、認証があるグリーンボンドの方がグリーンエムが大きいということが確認されています。で、資金使途とグリーンエムの関係がその右の表になりまして、こちらは通貨によってまちまちではありますけれども、全体としては開示がある方がグリーンエムがあるということが確認されています。で、最後にインパクトとグリーンエムの関係ですけれども、下のサンプル図になります。で、横軸に GHG の削減貢献量、縦軸にグリーンエムを載せておりますけれども、この関係、この散布図を見た限りではですね、その両者には相関があるというようなことは言えないかなというふうに思いまして、そういったことから、インパクトが大きい債券ほどより有利に発行できているという、流通されているというようなことはないということです。で、そこの背景の解釈ですけれども、当然そのインパクトについての開示というのが今のところしっかりされていないというところがありますので、投資家側もそこをしっかり見ていない、見れていないというところがあるかと思います。で、本来はその資本市場のその効率性という観点では、グリーンエムはですね、インパクトが大きいボンドにあるということがなればですね、インパクトの大きい投資により低コストで資金が回るわけですので、そういったことが将来的には実現すれば、資本市場の健全化ということになるかと思いますけれども、現状はそこまでいってないというのがここで示されたのかなというふうに思っております。で、続いて、GHG 排出量のスコープ3の開示の現状と課題というところです。で、こちらにつきましては、ISSB、SSBJ でですね、議論が進んで、現在、金融庁の方で、企業の開示にどういった形で取り込むのかということが議論されている、さなかになりますけれども、スコープ3については、大企業については、開示が実質義務化される方向性になっておりますので、それを前に、今、どういった状況にあるのかというのを分析しました。で、こちらの温室効果ガス排出量、GHG 排出量のスコープ別の分類になりますけれども、自社で排出したものをスコープ1、電気や蒸気による使用をスコープ2、それ以外のサプライチェーン全体での排出をスコープ3と呼んでおりますけれども、そのスコープ3も上流、下流に分かれると、こういった形になっています。で、GHG プロトコルでは15に分類をしているということです。で、SSBJ ではこの15のカテゴリーごとに開示をするということを推奨しておりますので、そういった観点から15のカテゴリーについて、現状どのような開示がなされているのか、また、そのカテゴリーごとの重要性ですね、について分析をしております。で、こちらの表は、スコープ3のカテゴリーごとのカーボンインテンシティのウェイトを示しております。つまり、この数字が大きいということは、そのカテゴリーのウェイトが大きいわけですね。重要性が高いカテゴリーだということが言えると思いますけれども、全体をご覧いただきますと、カテゴリー11ですね、とカテゴリーの1が多いということがご確認いただけるかと思います。で、カテゴリー11というのは、販売した製品の使用による排出ということですから、例えば自動車であればですね、自動車が売られて、その後走っている時に排出する
人支配するということになりますので、この11が多いというのは納得がいくところかなというふうに思います。で、スコープの1に関しては、こちらにありますように、購入した製品、サービスの排出ということですので、原材料等を含めてということですから、こちらについての排出も多いというのも納得いくことかなと思います。で、このスコープ1、11に限らずですけども、ウェイトの大きい2つ、もしくは3つのカテゴリーで、全体の7割から9割をカバーしているということが、こちらで確認ができるかというふうに思います。で、その、マテリアリティですね、重要性にかなり差があるということを、その前で確認いただきましたけども、それに応じた情報開示がなされているのかっていうのを確認したのがこちらの表になります。こちらはスコープ3のカテゴリーごとに GHG 排出量の開示率を示したものになります。開示が高い銘柄、高いカテゴリーについては赤く表示をしておりまして、全般的には上流の開示が多いということがご確認いただけるかと思います。で、先ほど販売した製品、サービスですね、重要なカテゴリー11位については、一部エネルギーですとか通信といったところは開示率が高いものありますけれども、全般的には高くないということが確認できるかと思います。で、その、開示率が高くない、ということの背景ですね。ものか、それをひとえに計測をすることが難しいからということなんだろうとは思いますけれども、これからですね、スコープ3の開示を進める中では、やはりその重要なカテゴリー、カテゴリー1とか11、こちらの開示が進んでいくということが、これから必要になってくるのかなというふうに考えています。で、投資家側の立場としてはですね、ポートフォリオのスコープ3の排出量をこれからモニタリングしていく、一部の投資家においては、その目標を設定する投資家もいるかと思いますけれども、それを見ていく上での課題について、留意点について、こちらのグラフではご説明させていただきたいと思います。2019年の GHG 排出量から2022年の GHG 排出量まで、どういった要因で増加してきたのかというものを見ております。で、この赤い枠をつけているところが、開示が始まった企業、また、開示カテゴリーが増えたもの、その合わせたものになっておりまして、つまりその2019年から2020年の GHG 排出量が183から206に増えましたけれども、実際はスコープ3の GHG 排出量自体が増えたわけではなくて、開示が増えたことによって計測する GHG 排出量が増えたように見えるということが、こちらで確認されます。で、スコープ3のカテゴリー別の開示が実質義務化されることによって、これがより強まるということが確認す、あ、これから予想されますので、単純にこの GHG 排出量のスコープ3をヒストリカルに追うだけではですね、実態が見えないということになると思いますので、実態に即した計測、目標管理という観点では、カテゴリーの中身をしっかり見てですね、で、開示されていないカテゴリーについては推計値を入れるとか、もしくは前年に開示されたカテゴリーの変化をベースに評価を行うと、そういったことがこれから必要になるかなというふうに考えております。で、これから開示が増えていくというのは非常に好ましい状況ですので、投資家としてはそこをサポートしていく必要があるかと思いますけれども、その観点でも正しい現状認識というのがこれから必要になってくるのかなというふうに考えております。以上ですね、本日のご説明以上させていただきますけれども、GPIF では ESG の情報開示も大事なエンゲージメントのツールというふうに考えておりますので、これから積極的に情報発信を続けていきたいというふうに思っております。ご説明以上になります。